どうも、じゅんたんです。戻ってきました。前回22連回してバンしか当たらなかったので、みんなにはね、もうちょっとで5000万ダウンロード記念が来るから、ジュエルは取っとけって言われてるんですが、いや、俺は諦めきれない。俺はディアンヌが、ゴーセルが、マーリンが、メリオダスが、キングが欲しいんです。なのでリベンジガチャ535貯めてきたので、あれですね、11連を2回回して、それで出たら、それでコンプできたらいいんだけど、とりあえず22連だけを今回のコラボガチャに使おうと思います。それ以降は貯めとこうかな。5000万記念で絶対強いのが来るって言ってたので、みんなの予言、ガチ勢の予言が告げてたので、なのでこれで残り22連ガチャで僕はコンプしたいと思います。皆さん祈ってください。みんなの飯まず動画になれますように。いきます。あー、怖い怖い。これだってるよね。ギルサンダー欲しい、メリオダス欲しい。みんな下がってろ。あー、いきます。えい、頼む、お願いします、お願い、頼む頼む、コンプリート。できなくてもキングとか、はい、オッケー、1、2、3、あ、4、5、6、7に、オッケー、金7、金7にいるよ。お願いお願い、めっちゃ金じゃん。出る、絶対出る。これ来たわ。誰だい。あー、エロい。星2ですか、可愛いが。この子は、星4。あー、頼むよ。新キャラばっかだが、お願いお願い。犬だ。頼む。うわー、違う。可愛いんだけど。あー、やった。うわ、嬉しい。これ誰？頼む、あ、頼む、ディアンヌ、ゴ、かぶったかぶったよ、メリオダス。うわー、7人の仲間が。あー、でも嬉しい。うわ、嬉しい。でもまさかかぶると思わない。うわー、でも、いや、でも嬉しいよ。うん、このスタールーンあれば、できるんだもんね、進化ね。スタールーン、限界突破できるんだもんね。まだね、限界突破が一人もいないんで、使いたいと思います、大切に。あー、でもあと星3か。小麦ちゃんも可愛い。ごひいきに。仕立て屋の長女がなんで槍持ってるんですか？おかしい。なんで仕立て屋の長女が槍持ってるっけ？恐ろしいな。じゃあ行きたいと思います。これ流れ来てるんでね。これで、キング、ゴーセル、マーリン、ディアンヌ、ねえか。ねえか。まあいいや。とりあえず、別キャラがもう一体ぐらい出れば、よしとしよう。もう。はい。頼む、奇跡を起こって。7、また7で金。金色7で頼む。1、2、やばい。あ、やばい。3、4、あー。あー、4体か。4体か。まあ、それ4体が全員そうだもんね。うえー。やめてー。あー、おにぎりが。頼む。あ、やった！やった、マーリンだ！かわいい！やった。うわー、嬉しい。キング、せめてキング、最後にキング、一体だけ、最後にキング、あ、ディアンヌだ、やった、かわいい、キングは、あー、今回のガチャね、キングがね、一番当たりらしいんで、キング欲しかったんですけど、いや、でも、マーリン来てくれたか。やっぱ衣装がエロいですな、マーリン。
あれだよね、原作ではマーリンが一番戦闘力は高いんだよね。うわー、すごい。無限回復ができるとかできないとか。で、ディアンヌ。俺ね、7つの大罪でディアンヌ好きかな。このね、ディアンヌの声やってる結城葵さんのね、演技がすごい好きなんで、必殺技叫ぶ時の強い口調とかめっちゃ好きです。アニオタ、声優オタで申し訳ない。いや、でもディアンヌ出たからあれだな。ディアンヌはね、キングとね、いい感じなんですよね。だからキングも出したいな。また貯めるか。1周年記念にジュエル置いとけって言われたけど、貯めるか。よし、引こう、引こう。多分ね、この1回でね、あれだわ、キング出るわ。俺わかるわ、これキング出るんで、行こう行こう。絶対出るもんだって。出ないわけがないもん。行こう、頼む。キング。あ、よしよし。あ、これはかっこいいけど、キングじゃないか。あやめ、かわいい。紅茶好きの少尉、あやめちゃん。はい。というわけで、でもあれですね、前回22連で、バンしか星4出なかったんで、今回は、マーリン、ディアンヌ、そして、誰だっけ。あ、メリオダス2体。メリオダス2体が、メリオダスとキングだったら最高だったんだが、仕方ないですね。諦めきれないんで、また貯めてこようかな、と思います。やっぱね、コラボガチャ、好きなキャラは欲しいよね。なのでまた必死こいて貯めて、キングと、ゴーセルと、ギルサンダーか、その3体を当てるために奔走したいと思います。白猫、面白いね。またね、ハマりそうです。はい。最後まで見てくれてありがとうね。俺的には、大成功とまでは言わないけど、成功ですね。うん。エロいキャラが出たので、嬉しいです。では、また次のガチャ動画で会いましょう。お疲れ様でした。じゃあの。